はい、お願いします。始まりました。はい、ええ、アブラジオ。はい、そね。新しいコーナーね。先々週から言った、あの、なんでお前パンダ食ったんだよ、コーナーで。いわゆる、いきなり、いや、では、コントとか、本の書き出しみたいに、とにかく。一言目、一行目で、なんか食いつくような、何でもいいから。いいっすね。もう行きっぱだから、もう、コントがパッて始まった時に、お待たせしました。ふぐ刺しの毒盛りです。 もう突っ込みやすいもんねいいですね。いいいいいいねねねやっぱすなんか楽しいね。うんなんかやっぱ一撃目になんでそんなこと言うのっていうそのやっぱ前後が見えない要は前後ろが想像したくなるのは当然なんですけど前が想像したくなるそうね頼んでないしなっていうその前なんで省いたんだろうってそれからリスク超あるんだってやっぱり振ってボケてってのが基本スタイルなわけでそうね。振りなし要は おなし大みたいことだからでねこの全手道パスタマシンさんがね送ってくれたんだけどもう一個あそれ全手道パスタマシンさんのやつああなるほどでもう一個が RPG のキャラになんてでんかお前の装備だけよくねあいいっすねいいっすねあとこうえとわああそこで柑橘系行ってたら結果変わってたかもな そうねうんあいいねなんですかねコンパなのかちょっと素晴らしいありがとうございますあいいですね続けられそういけるそうもうんかそのうちうんかマジでこの場これはんか逆に面白さ狙うよりも本当普通のことでいいかもねもういろんな人が送ってこれる一言目だから前後がないからうん壁紙真っ白だねとか そう。なんでもいいんだそれがポエムなんじゃないかあもうこれはやっぱ切り取るっていうポエムっていうこれいわゆる作品の原点だよねうんやっぱり切り取るってことだからこからねどこを場面の中の切り取るっていうことがやっぱり表現のねそうねだから「お邪魔します」の先だよねそうだねだから入って何かあってで一撃目っていううん いいいいいじゃなでですかいいですか、ね、もしかしたらそのこの先いいのがあってまあもちろん応募してくれたやつとか、うんうん、池田さん自身が考えたあれだけどそ,そのうち本当にいいのあったらそれで池田さん今度一本作っちゃうかもしれないいや全然いけますねだから「そのお待たせしましたふぐ刺しの毒盛りです」なんて行 <laughs> ったら頼んでないのに来たってことはサービスってことだからそうだよね <laughs> で「いやいや頼んでないですけど」って言って「いやあのもしあのよかったらああもうあサービスなんで」っていう。 そうすかみたいな。人によって全然ストーリー変わるだろうしサスペンスなのか。そうね。いいですね。ということで今年最後そうすね。2022年最後のアーバンブルーラジオということでございますから。そうっすね。2022に振り返るほど。まあそうね。が今年だからあとやっぱあの。 大スターたちとのドラマ共演も、ね、ああそうだあったからなんか今年はあの,あの悪くないもうやい,い,いやだいぶいやめっちゃよかった天気でしょだってこ正直な話、うん、今年去年より仕事倍以上増えてる、うん、いやでもそうかもしんないそうでしょううん、うん、いやいや素晴らしいいいっす,よいす,ごいですけどもねもね、うん、そうよでもこれもしもうこれ 今年最後なんじゃない m 1の話してた <laughs> もう,もう誰もしてないや正直だから前先週のは収録というかさ 2>, うん2週ずつ撮ってるからそうねえー、前回先週放送されてんのはもう,うんその大結構前なんだよねうんだからその m 1後に流れたアーバンブルーラジオでは何にも話してないからうんこう最後だけど いやちょっとやっぱねもう今いろんな人が話きってるからもういろんな人の m 1批評の話が入ってきちゃってもう俺の意見ないかもしれないもうねいやだからんていうのもうあのどっかで聞いたよっていうまあそれでもやっぱりそれでももう話したいやっぱりねうだから今ははっきり言って俺の意見じゃなくてこの人が言ってることどうやらたくさん賛同されてるから それ聞いてないふりして近いこと言おうと思ってる自分がいるから。そうだからあのその人に言ったことをあの俺らの小い色で喋るっていうだけの。いやでもやっぱ凄かったねねもうもう当然ね全員面白いですけどいやもうだって今回は俺あの普段はあのガッツリ見るっていうのはななかったんだけどえ 幕張の劇場だった。そうだ、同じ同じ劇場だったよね。で、あのあの敗者復活神様じゃん。はい、あの学園でね。いや、すごかった。全部見たな。いや、面白かったですよね。だけど、ただ M1 テープすごいなと思う。あ、まあその一つ一つのネタはさとかさ、あの毎年まあどいやこっちがあれ優勝だっただろうとかね、あれはどうだとか、まあそんなのはまあいろいろ意見、まあ盛り上がるもんでね。あるんですけど、やっぱり。 1> m ワ1というイベントごとが、うん、やっぱこの巻き込んでるよねっていういろんなあ,ああそうそれがすごくないうん m ワ1な 1> やっぱいろんな人をこう,こう祭りにさせれる力があるというかうんこういう批評がたくさん出たりとかそうねう賛否が出たりとかうそうねあのー、スターが生まれるだからね、うん、あれもあれ言ってね何 途中でやばいと思ったら何があのほらもう気づいてるでしょ M−1 の日さ当日ね18日曜日ですか俺ら幕張の出番で同じ楽屋だったじゃないですかうんそうねでしずるとフルーツポンチ一緒に行ってでんさんが M−1 むちゃくちゃ好きじゃないまあ俺らも好きよそうなんだけどやっぱ尋常じゃないからねやっぱ3回戦とか全部買って見てるからね そうあのオンラインのやつは全部見て、うん、YouTube のやつも全部見て、うん、いやどこどこがいや面白かったけどここいかなかったかとか、うん、なんか分析とかしてるもんねなんかいやそか傾向みたいな今年のネタの傾向、うん、だだそれは素晴らしいことなんだけど、うん、それで好きだけど、うん、そのでなんか次の日かなんかにもあのー。 スナック吉本っていうねお客さんがお金払ってオンラインで一緒にお話しできるみたいなやつで m 1のことをしゃべるみたいな。みたいな m 1を振り返るだけ何かえ確か m 1終わった後に言ってなかったそうそうそうだから振り返るすぐだよねあ翌日だったかでそんなこともしてるからさいいことなんだけどんかやっぱ俺ら純さん大好きだからいじりたくなっちゃってさ楽屋でそういうこと言って てたのよ、うん、ジュンさんにいや M1 ねねですねいやめちゃくちゃ楽しみだよって、うん、言ってたけどなんか最初はいやダメですよその代わりあの楽しみすぎじゃ <laughs> あの楽しくなって <laughs> あのネットにいろいろ書き込んじゃダメですよあの審査どうなのとかダメですよとか言って笑ってた、ね、うんで、うん、笑ってながらそんで相場、うん、盛り上がって、うん、で出る人はもうすごいから、うん、のやっぱ前説の。うん 毎年 BKB さんがやっててね熊田さんかなあとレーザーさんレギュラーさん出てやてそのやっぱこのこの前説の人がもう完璧なんじゃないかって言う。ああはいはい言ってたねあの前説のうまいうまくないとかっていうことよりも当然うまいんですけど前説に合ってるというかね毎年やっててでお客さんがまず m 1に観覧の人が観覧の人が来て一番最初の嬉しいことって BKB が見れることなんじゃないかっていうんですけどもはやねああそうそう知ってる知ってる m 1の前説って BKB って恒例なんだよねの恒例が見れたみたいな。 始まっったていう日光東照宮で猿ザル見れたみたいな本殿が一番メインなんだけどまずやっぱり見る聞かざる言わざるみたいな見たいよねみたいなそれ見れたみたいな確かにそれやっぱあのんかもう風物詩じゃないけどでやっぱり BKB さんとか熊田さんとかピンやっぱり m 1ってコンビの漫才の大会だからやっぱりここは。 ピンがやっぱりベストだろううみたいなねうん、うん、そうねそ、うん、話をしてた時に「他に代わりいます」みたいなね「うん、じゃあ誰々だたらどうなんだろう」とか言ってたねでもそれだとちょっと BKB さんでお客さん巻き込みながら盛り上げられるもっとネタネタしい面白いんだけどそれじゃなくないとか言ってた時ン、うん、さんがいろいろ意見出してきた時が誰かって言ったらなんか全然見当違いで「<laughs> はっ?」 いや面白いですけどその、うん、だからそうじゃないって言ってるじゃんそうじゃないって言ってんじゃんでそのコンビだしその人たちとかいうなんかゆゆで潤さんに「だ,だからいや m 1好きだけどあんまり分かってなくないですか?」<laughs> とかってまたなんかちょっといじっちゃったんだね先輩なんだけどそう、ね、なんかしたら潤さんが「もうやめてくれよ! <laughs> 長いよ」ってよってあれ結構本当にピリッとして、ね、うんってびっくりした待って、うん、もうあのなんかあの 顔は笑ってて怒ってないよっていう感じだしたんだけども声質がもう怒ってるじゃんみたいなあれ怒ってましたよねこれ以上詰めたらちょっとうんやばかっただからそれ「うわムキになってる」とか言わずに俺もすぐ引っ張って引いだあいつさだってそのもうなんか順番敗者復活の出る前にあのあ あ例えばあのシンクロニシティが一番最初で「ンシンクロニシティ」っつって言ったら、うん、あの毎回「こいつら面白いよ」とかうん、うん、でなんかネタ始まった時に「うん、あ,あこのネタか」とか、うん、うるせえなと思ってなんでそんなてめえの聞かなきゃいけないんだよって、うん、だからその何回も見ちゃう人映画とか何回も見て見て喋っちゃう人いるじゃん、うんまあ、そういうそそ感覚っていうか。うんうん でもまああれは僕が悪かったんでんさんは一つも悪くないんですけど確かになと思って自分が好きだって言って楽しく喋ってたらなんか急にいやでも見当違いだったからねあれはねただ M は M は向いてないですよって言ってた俺も俺で俺は俺が悪いよあれ俺ここで話してるからこれ言っとかないと聞いてる人ノリが向こうのノリが悪いみたいになるかもしれないけど悪いの俺の完全にこれはでもやっでもあの 切れてしまった村上潤っていうのはやっぱ面白いからやっぱそこはねまあでもその後は仲良く喋ってたんでそうねよかったんですけど m 1もねありましたしいやそうねすごかったなすごかったですけどあとだから先週ちょっと言ってんだけど実はその時間がずれてたっていうのが「あのラビット!」ああははいい来た先週はもうオンエア終わ 撮ってるのはその前だったから、うんあのー、出てると思いますけどどうなってるか分かんないですなんていう話してるんだけど実際にもう、うんえー、放送も終わってるし、うん、出ててた、うん、んですけど、うんえー、こ,この仕事が,あれが、えー、16かな、うんあのー「ラビット!」がね、はい、出たのが。 そこであの、え、あのあれだよね、ジャンポケの太田の、そう、あのラビットって、オープニングに毎回。うんうん、あの、今日は何々の日です。例えば、まあ、わかんない、ただ、それは本当にあるかどうか、例えば、今日は。ええー。ええー。 赤い羽の日ですだから皆さんには今日赤,赤いものにまつわるものの何かおすすめをとか言ってこうお菓子だとかうん、うん、赤い衣装の芸人さんとか紹介するか,なんかね。中、うん、でその日はあの電話が初めてできた日電話の日かなんかだったんですよ。うん、確か電話が開通日本でわ、うん、かんないまあなんか電話の日だったんですけどはい、はい、まつわる。うん、なんで皆さんにどうしても話したいことということで、うん。はい の中の紹介で、うんえー、太田が僕を、うんあのー、最近フルポンの村上がやっている「チープモノマネというのが面白いので,、うん、でこれを皆さんに話して紹介してくれて出たんですけどその出る前に、うん、もちろん太田から一回前にというかもう随分前に「ラビット!」でそういうコーナーやってるのは知ってたんで。うん あのー、でほら、大体本当に芸人さん方も出てる人が打ち合わせしてるスタッフさんにこう言ってたんだから、うんうん、ちょっと大谷ルミネとかで会う時にもなんか俺、芸人とか紹介するんだねみたいな、うんうん、この前誰、えー、なんか誰があー出てたねとか言ってて、うんうん、で、あのー、その時にはいや俺のことも紹介しろやとは言ってないとは思うんですけど<ー>でも、俺のことなんで言ってるかもしれないんです。あ<ー> けど言ってないとは思うんだけど、うん、まあもちろん案に紹介してくれてもいいんじゃないっていう空気は出しながら正直それはね正直にも正直出しながらバレバレだったわけで,でもしかしたらもう直接言ってる可能性もあるしねあるもうほ <laughs>、うん俺のことなんて言ってる可能性があるけど <laughs>、うんはいはい、まあね、うん、都合の悪いこと俺あの記憶から消しちゃうっていうのがあるから <laughs> そうね <laughs> だから言ってるけどまあ ずっと別に番組が始まってからもずっと特に何もなくそしたら今回おたから連絡来て一回電話が来たの急に。したらえ何にと思ったら「いや実はすみません番組で打ち合わせさせてもらって名前出させてもらって多分いけそうだと思うんですけど一応名前だけ出してもらったことは「酒に」って言って言われて。 本当にあだけどよっしゃと思って来た通じてたって、うん、来たけどそこから1週間ぐらいしても何もスケジュール入んなくてう、うん、えっ、ー、と思ったらまあ入って来ましたって打ち合わせしますって言ってリモートで打ち合わせしてチープモノマネやってほしいって言ってどういうラインナップがあるかって言って。<laughs> うんうん で向こうの方が多分いろんな番組でそうやってるの見たり、あ,<は>あと YouTube にもちょっと上げてるから、そういうの見てくれて、大体こうラインナップしてくれて、この辺がなんか良さそうでとかいう感じで、うん、ああ、ありがとうございますって、俺的には別に何、その場の空気でいいかなとか思って、まあうん、一応なんかもう先に、まあもしかしたら生放送だしね、この文言はとかあるかもしれないからっていうので、うん、まあ大体10個ぐらい大変。多いな、うん、ここ向こういいな個こうね 逆に,ね、逆に10やらせてくれんだと思って俺3ぐらいの空気だったから、うん、あ10もやれんのと思って、うんえー、で出して、うん、で,で俺的にはさギリギリまでその場の空気もあるから、うん、あれだったんだけど、ねうん、まあ一応したらあの俺は最初生だからそういうなんかこれ言うなあれ言うなでめんどくせえな少しなとか思ってて、うん、でもまあ分かりました一応言いますとか言ってたらちょっと。 そのめんどくさいとか言う,言うてもあお笑いやらせてくれると嬉しさもありながらそのめんどくささもあんのかんとか思ってたんだけど、うん、あの実はそのなんで俺がにそんなにやるのをちゃんと聞いてたかっていうと、うん、あのき,きちんとあのほらなあれちぼのまねの名前って漢字だったりとかして見やすかったりするじゃんはい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 、はい、テロップ出してくれるためで <laughs> すげえいい人じゃん<な> <laughs> すげえいい人じゃんな,<分>なんでちょっと ちょっととくせえとか俺はそう思うんだとか思いながらで本番始まってさ <laughs> もう最初からそんなおやめなよだから俺ね多分もうね泥もうずっとこうでも言ってるしなくそうなくそうと思ってるのに、うん、もその卑屈さとかまあ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  俺、その本当に捨てられた猫みたいなもんだから疑ってかかってるから怖いよね最初、め立ててくるからね実際に言うと俺の場合捨てられたんじゃなくて自分から逃げ出したんだけどそれなのに不信感という謎のなのにほら飼ってあげるよって言ってくれる誰にも嫌なことされてないのにふてくされてるっていうちょっとよくないあれなんでまあ、それはね。 いいとしてさで当日行きました、うん、でリハがね、うん、あんのよで当日行ったらまず楽屋がまあ多分、うん、スタジオある報道のフロアはちょっとわかんないんだけど、うん、まあその皆さんは出演者楽屋そのフロアなんだけど、うんうん、俺だけちょっと違う会の会議室みたいなところなんだけどああはいはいあのラジオの方かな,な TBS だもんねうんああはいはいだけどその人なんで会議室みたいなところなんだよってまた出てんのようんうん、うん あだどっかであんだよね、自分の中で、そんなもう、うん「ラビット!」という人気番組が、うんその、出てくれてありがとうございますって感じじゃなくて、うん、お前みたいな、昔、ちょっと出てたか知らんけど、うんうん、なんか太田さんが言ってるんで出すけどみたいな、うん。でも楽屋上だぞ扱い。お前は扱いは別だからなっていう感じなんじゃないかと、思ってんだよね勝手に誰も何も言ってないよね。 でそでででで朝すよねやって「ここから登場です」まあまあまあそうだよね。で大体ここからパッと幕が開いて登場してこの位置まで上がってきてもらってそこからやってもらいますとかいうふうにやって「あわかりました」って言ってやったらそので一応まあどんな感じかってやってもらっていいですかって言ってやってまあ一個。 た、はい、だからまあ俺の中でもうそっからその位置からか動かないからさはい、はい、それでいいと思ったら一応「一応、うん、全部」と思って「全部 <laughs> <laughs> ?」と思って「やるやつ全部?」と思ってでもやるの変わるかもしれないですけどもしかしたら「あでも一応」とか言とっか言て。 嫌じゃんその生放送でリハで全部出してまあまあお客さんが入ってるわけじゃないから出演者だけじゃなくてスタッフさんの笑い声も貴重なわけですよ。見せとくとやっぱり減るじゃない笑いの量ね。だから持ってなんかとか言ってちょっとやっぱりだいぶ6割ぐらいでやってうん、うん、そしたらそのリハでさ どうせリハでもみんな忙しい生放送でもてんやわんやなわけですまあそれはね多分ねその中でリハーサルやらせてくれてくれその中でやってもさもう一応もう本当ととかの確認だから笑わないじゃんと思ったらさすげえ笑ってくれてあもうもうほらほらむちゃくちゃゲラなんかいでもさいいかい何でいやもうもうないがしろにしろやぐらいの <laughs> もうこんなに愛してくれんねんいやいそんなにみんないい人だと俺が悪者になっちゃうよ <laughs> えこんなことを少しでもマイナスのことを思ったら俺が悪者になっちゃうから <laughs> やめてよ <laughs> やめてよ <laughs> いや村犬さんで10割でやんなかったんだろう <laughs> 何があったんだよ今まで <laughs> でそれでまあさいなまれるねちょっとねあ<ー>まあでもまあリハをもほぐれて、うん、けどこれリハでこれ受けたとき で本番、うんまあ、確かにもうほら、うん、うわじゃあ逆にほらやんないほうがよかった、うん、みたいなえー、もうだってこれで本番俺期待していっちゃうよいっ,<て>っちゃうしもうスタッフさんはこれでもう一、うん、日に出せる笑いの量とか決まってるからう <laughs> 人ね、うん、でもリハーサルも受けて受けてやって本番したら結構すぐなのよ、うんうん、オープニング少し喋ってしたら、うん 1人目か2人目ぐらいの紹介2つ目ぐらいの紹介か話したいことのものででバって出てきてで登場してまず幕が立ってるところの幕が開いて一歩出るんだけどまず幕が開く時に何か知らないけどその「わお!」って俺顔手に口置いて「わお!」って顔したらまずそれでややすべ「お前さ!」でもそこはやっぱりさすがの MC 川島。 あのーまあ、登場こそ失敗しましたけどって言ってくれてこうあったかくなって <laughs>、うん、で僕、あすみません、今のはあの別に今からやることと関係ないんで今のはチープ登場ですって言って <laughs> <laughs> これあの軽快にやっぱり、ね、仲間がいるっていうそうね、まあね確かに呼んでくれてる太田もいるし、うん、まあ心強いね軽快なチープ登場で出てでってっててそこから1個目あって、はい、1個目がお代はいお大裕二。 でやったらもうそれがウケてしかも太田も「いやこれ大喜利のお題言うんです」とか言ってやって2個目3個目やってったらそれがね全当たりうわで途中からもう川島さんもその本当は僕が全部言う全部一人でやる感じだったけど川島さんが途中からあのクイズにしてくれたりとかおお先にやってそのみんなで当てるみたいなとこもやってくれてでそれでもう何ならもう村犬は何ならその タイトルその有名人の、うん、も,うもじってるやつも結構こだわってるからそ,うそ,うそっちもピックアップそうそう出会ってくれても全部よくて最高じゃん終わってしたらその日まあ多分よくあるらしいんだけど、うん、あのエンディング少し時間が余ったらあの1分ぐらいかな 1>,、うん、1分2分ないですけどそしたらもう一回体操ト場してもう3つやらせてくれて最後それで終われしてくれて。 何？うん、でよかったしあと最初のうんあとだからそのでよかったのはそのもともとこれやるよって言ってたのは本当にやったんですけど、うん、でそのエンディングやる時ももうエンディングやるものでって言って、うん、それもギリギリスタッフさんがそれは予定なかったから聞いてくれってスタッフさんが聞いてくれ、うん、それも全部テロップ用意してくれてとかうわで,でよかったのは途中「あのーうん、じゃあありがとうございました」って言ってはける時にもう終わって,受けて全部受けて吐ける時に。 あ番組終わる1回目の登場の時にそれも言ってなかったんだけど打ち合わせであのスタッフさんが多分 YouTube にそれね「いや僕これが好きなんですよ」って言ってくれて使ったんだけどで実際にはそれはあのラインナップに入れなかったのよちょっとあ,のあ,まあ溢れたというかなんだけどそのはける時にやったのが「じゃあありがとうございました」って言って「すいませんじゃあありがとうございました」僕はける時に「ディンガディンドーンディンがディンドン」って言ってやって「木村帰らない」やって。

きり、ね、クっキーさんもいたらクッキーさんがめちゃくちゃそう十10分の10受けるってめちゃくちゃやんわ言ってくれてもうごめんなさいご,ご自慢になっちゃうんだけどいやでもクッキーさんはさ蔵、うん、王とかでさそう見てるか知ってる結構知ってる人が言ってくれてもよかったクッキーさんがいたり東京でさ昔あああのスピードワゴンの小沢さんの東京センターマイクっていう漫才のイベントで一緒に出た時に僕らチープモンドのようにやってたちょっと知ってたと思うあー とかあってでしたら大田がバーって来てくれて「ありがとうな太田師匠ほに紹介してくれてありがとう」ってなったら「いやもうしょうまあそれはもうお世辞だろうけどいやもう今オープニング史上一番ウけてました」うわっ,って言ってくれてそれと俺ニヤニヤしてたら、あのー、やっぱ MC 川島さんが気づいて「やっぱその多分もうこと、まあ、番組の中でもう今年もうめっちゃよく迎えられんじゃん」うん、とか言って、うん、<laughs> 言ってくれてたけど。うん その終わった後も俺がニヤニヤして「ありうした」とか言ったらやっぱ受けたの実感しすぎて帰るのむちゃくちゃ遅いやんって言ずっともう最後まで、うん、最後までいっぱい褒められるようと思ってあんなに俺低さだったのにもうさみんながさ、うん、村犬のためにさこうやって動いてくれたのにさ本当に何をさ何をリハーサル6割とか。 でウケたらウケたで、うん、そんなにウケたら調子乗っちゃうぞとかさ、うん、あと、うん、楽屋もなんかちょっとなんで俺だけ違うとこなんだみたいな、うん、もうやめなよ。マジでなもうそれ みんんなちゃんと動いててくれてんのにさだから「ラビット!」最高っていう話で、ね、<laughs> ああ本当にあのー、やっぱあ,れあの番組がバラエティーだーって言われるしいろ、うん、んな人があそこでっていうの理由が分かって、うん、今までいろいろ結構言われてたじゃん、うん、あの笑いでとか<ー>でも自分が出てないとなんかその嫉妬でさ「うん、いやいやとはいえでしょ」とか思ったらあのめちゃくちゃ我笑い好きなスタッフさんですね。いやもう もう本当に最高であのまた出たいなと思ってますし俺俺もう一回だけ出たことあるのああそうそれで私物紹介みたいなああじゃネタやるとかじゃなくてそうでもその私物で俺ボケてったのマージャンの灰入れたりとかあとジェンガとか入れてったらでそしたらあのえっと本番始まってじゃ私物ですっつって行って俺 バッパンパンに入れてきたはずなのにぺしゃんこになっててほとんどスタンスタンかこれこれまずいだろって脱いててそれはじゃあ紹介してるででで確かにその脱いだんだん出してたんだけど全然受けなくてでよかったなくてと思ってあじゃ助けてくれたんだでも結局あの「俺ジェンガ入れてたでしょ」みたいなそしたらジェンガをそれ読んでたか分かんないけど 裏にずっと用意しちゃってうわでそれででそれで受けていやおいお笑,笑いのあれやめろよお笑いのこと俺一番詳しいんだからお前らやれっつって俺が言ってあでもそれも許してくれる今日あのー、<う>懐の深さいや「ラビット!」ちょっと「ラビット!」ですやっぱり今分かった理由が出てみて初めて分かったみんながなんで「ラビット!」あんなに愛してるか。う いや素晴らしかっやっぱり久々にの普段俺 SNS のエゴサとかしないんですけど嫌なことどうせあるからなんか受けたなって実感があるだけするのよ。したらねめちゃくちゃよかった。 かむちゃくちゃ良かったわ面白かったとかまあもちろんその面白かったの前段に今まで笑ったことないけどそんなのはたくさんありますよそんなのはたくさんあるそんなのはそんないからねいやそれはそれは今思ってることじゃないからそんなのは一択もかゆてこないよ面白かった終わりが面白かっただから今まで面白いと思ったことなかったのには別に「俳句でしか見ないのに」とかはそんなのはもう全く。 にもめないはっきり言ってなんでさそのバンってど真ん中ストレートじゃないんだろうね変化球でちゃんと一回ね一回味曲げてくるよね本物感出したいんじゃないいいんだよでもそれでもいいよそんなのはだってそんなのさあの甘いチョコレートの評価でさ食べすぎたら体に悪いけど美味しいって言ってる本だからなるほどねいおいしいそんなのはさ確確かかにに大前提だから。 甘いものを食べ過ぎたから太るとか体に悪いとかお酒飲み過ぎたら良くないとかこんなのは大前提であるのを言わないで美味しいとか何々に肉料理に合うとかなんだから村上にとってその今まで笑ったことないのにっていうのはチョコレートにとって食べ過ぎたら太ると一緒だからそうね、うん、だから。 なんなら一番最後の「村犬は面白かった」っていうのを引き立てるためのになってるからねなとでもいい大前提でやってるからそれはもう感想じゃないから村上の生態系の説明だからそんなもんはんかさあのオズワルドの伊藤がさ ツイッターかなんかでさ、あの、M1 で、あの、批判してくる人いますけど、まず一番最初に、お疲れ様ですと、あの、つけてみたらどうでしょうかね。いいよね、あれね。やっぱ、ああいうね、なんかね、ちゃんとね、あの、前段がね、やっぱ大事なんだね。だから、それであって、なんか、嬉しかったな、いろいろあって、なんか、うん、あの、うん、なんか、 仕事頑張れるとかもあっっったたたししいいいやねんで嬉しかっただからそれでそれが良かったんで、うん、もう2022はだからその日からもうん、あのだら16ですよ、ね、で、うん、そのまあそれはまだ言えないけどその前日もちょっと別で、うん、めちゃくちゃいいよかったいいお笑いがあって。 ちょっとそれはまだあれなんですけどあああれねああはいはいそうですね放送があれなんでねはいはいいやでもちょっとこれだからだからその2日連続だったんで2022はもうチャレンジしないって決めてるんでだからもうさ村木さん2023にしちゃえばもうもうだから2023だもう2022はそこで一回俺の中では締めの俺のそれも他の仕事を手抜いてるってわけじゃなくてあのもうそこで一回締め はいはいだからもう今,今後、うん、その2022年としては見ないよねで,でそこにした失敗は別に違うんでうん、うん、そうねうんあのー、うんそうでだからうんそのーいいスタートラッシュ、うん、えいいスタートラッシュ切る切,切れたってことかまあ今でもだからその余白のあの今ャキャンプシーズンみたいなもんで <laughs> まだ俺の中で始まってないんでペナントトじゃあも今もう今キャンプシーズンですはいじゃあもう 今、はい、は人の概念じゃない今、ね、今シーズンオフ<笑>今お笑いとしてシーズンオフの期間に入ったんで <laughs> ここでのなんか滑りとかはその別に入れられても調整なんでもちろん「ラビット!」の次の日に営業で久々にあの円卓のお客さんお酒飲んでる系のやついて結構なかなかなやついて、うん、がっチり滑りましたけどそれはもうシーズンオフなの。 <laughs> ええじじゃゃそういうこと言うと、はすべてのし仕事本気でやれよとか言う人に。いやいやいやでも、でも、村上さん、じゃあ、うん、今、シーズンオフっつったよね。ってことは、この間に、すごい受けても、それはあれだよ、ね。それはだから、もう全然。うん、ってことだね。えそっからいきなり。うん、今ちょ、調整だから。あーあ、よかったよかった。で、2023の調整ね。も今もう、はい、はい。とりあえず2023までは、もう今ちょ、調整。 静岡に入ったんで。なるほどじゃあもうあの一足お先にあの2022締めたいでしすありがとうございましたありがとうございました最後の最後に自分の自慢話してしかもちょっと前の話どうしても話したいどうしてもなぜ戦勝じゃなかったんだってしょうがないしょうがないこれは話すよことになりましてはい池田さんももう時間あれですけど何かあればあもうこんな時間だ2022のなんか総括 いやもうそうかもう最初に言ったやつはもう<え>本当に行ったらもう俺はもう2022はもう本当にえ夢の年うわうだからシーズンずっとおるんだよねだって31までお芝居でしょまた別ねそうそうあの0円でうんただまあもうこれはもう全然行ってるからいいんだけどもうチケットが恐ろしく売れてないからそれでしょだからもう一応俺はえメトロンズ終わったところで2022はあの キャンプ入ってるから長そっかシーズンオフだもん12月シーズンオフでやってんのじゃ次の7月までシーズンオフってこと次の7月でしょメトロの7月だからさすがに休ませても骨休めもう全部さすがに長いってそのいやいやでも本当にまだ2023も頑張りますよこれラストだもんね2022としてはラストでございましたはいありがとうございますはいはい というわけで皆さんもよいおようと、はいうことでございまして以上この番組は「さらば青春の光」オフィシャル YouTube チャンネルを新ステーションにお送りしました。